皆様こんにちは。今前立腺村は4月15日の午後6時29分今日現実世界5月14日なんで、なんかいい感じにずれまくってるね。でね、久しぶりですね。前回やったのが確かバレンタインデーの企画だったよね。だから2月14日からやってないんよな。よくプラスの攻略本持ってないんやけど、14日、2月の次の2月以降、次のイベントは3月3日の桃の日やっけ、何の日やったっけ、3月3日って中の日やん。こっからちょっと行ってみようかな。まあ、絶対誰か引っ越しちゃうんですけど、イベント紹介していこうと思います。うわすごい、新緑が緑色ですごいね。3月はもう緑なんやな、地面が。じゃあ手紙の確認からいきますか。たぬきちさんね、たぬきちさんは大丈夫です。待って、やって、ゆうかり引っ越した。ちょっと待って、もう一気になんか心臓痛くなってきて、ポちゃんへ泣いちゃうと困るからお宅には何も言わずに引っ越しちゃったな。私こう見ても涙もろいのようにお元気でゆうかり。待って、ゆうかり。あ、若干の涙。待って。僕、ゆうかりのこと結構好きだったんやけど。仕方ないよな。だっていつかは引っ越すもん。3ヶ月も村開けてたからな。2月14日から5月14日まで開けてたからさ、仕方ないよな。そっか。文次郎、おこらぽ、なんか面白いことはねえか。今度手打ちそばを作ってくれ。ただとはいえね、お代は同封するからよ。そういうわけで、あばよ。おなんか文次郎くんからなんか来たね。あ、母から。ぽえ、川沿いでせっかちつくしを見つけたの。せっかちつくしって何？せっかちつくし、春の足音聞こえたかしら。モンシロチョウも見かけたわ。なんかあれ、なんかね、早めに咲いてくるつくしのことせっかちつくしって。お、ブイヨンちゃんも気取る。元気なぽちゃんへ。こんにちは。ぽちゃんダイエットしてる？したい。汽車に乗って出かけたの。ちゃんとお土産を買ってきたわよ。感謝しなさい。またお手紙くださいな。あ、そうかそうか、ユーカリ行っちゃったけど、お手紙も来てるね。じゃあ、ブイヨンちゃんからもらったプレゼント開けます。着陸船。なんか規模でかそうやな。文次郎からもらったのは？あ、ラリーな服、僕ラリーな服好きや。これ、今日身につけよう。あ、前回これなんやっけ？これ、なんかな、あれにしてたんやな。あれやな。変な部屋。でっか。まあ置いとくか今日は。わお、雑草すごいことになってる。そりゃそうか。あーでもまあ、あ、リアルタイムでお届けするわ。この人の名前はアザラクさん。お、見て見て、これ今日のやつちゃん、ひな人形。へえ、これ嬉しくない？これ飾ろう。いやだって桃の日やもんな。わあ久しぶりやな。なんか前立腺村もこんな緑が生い茂ってると違う村に来たみたい。おはよう。新住民も来てるー。この子や絶対。トロはそんなに大声出さなくても聞こえてるんだけど、アンドゥ。これあれ、アンドゥトロやな、アンドゥトロやん。いけてないよ、名前ね。あら、ごめんなさい。トロはよ。よろしく頼むわね、アンドゥ。ボンクレーって呼ぶか。お、好きやわ。え、すごいおしゃれ。なんか音割れすごくない？僕の B 音割れしてない？
ブーンって、これみんなには聞こえてるんかな。この床とかすごいおしゃれじゃない？木っぽいんやけど、すごいなんやろ。細かい模様があって。この部屋すごい好きや。この部屋ちょっと住みたいな。おるかな、村長さん。あ、おるね。足音でわかったわ。ぽや、今日は乙女の日。あ、乙女の日なんや、今日。お前さんにはどうでもいいことかな。まあいいか、そんなことより今日はひな祭り。あ、そう、ひな祭り。記念にこれをやろう。占い、あ、これ知ってる。占いテレション、テレフォン。ひな人形と一緒に飾ったらどうじゃ。飾らせてもらうな。そして乙女を少しでも味わうと良い。ふえふえふえ、ありがとう。今日の大目玉ですよ、ひな人形。わあ、いいね、赤くて。占いテレフォン使ってみます。お、かかったね。もしもし、こちら占いテレフォンサービスセンターです。お小遣いが大ピンチかも。欲しいものがあっても来月まで我慢して。確かに今月出費すごいんで結構あれかも。もしもし、こちら占いテレフォンサービスセンターです。週末は温泉旅行がいいかも。突然お金めっちゃ使わそうとするやん。のみで過ごせば身も心もリフレッシュ、温泉旅行行きたいね。でも確かに行ったことないや。なんか露天風呂がさ、なんか四角いさ、木にさ、露天風呂でいい感じのやつあるやん、よく。広告みたいな。日曜日のデートは植物園で決まりかも。あー、植物好きですよ。花より団子には気をつけて。あー、深いね。これ結構大事にしたいね、このテレフォン。みんな部屋どうしよっか。じゃあ3月3日はゆかりの顔描くか。こんな模様なかった？なんか近づいてきてる感じがする。うん、完成。全然違うのはわかるんやけど、どこが違うのかもわからない。じゃあ答え見てみます。出ました。あああ、でも、ああ、いや、ああ。まず一回はじめにユーカリに謝ろうか。でも、なんやろ、そんなにさ、やってること、間違いではなかったって感じせえへん。できました。結構ね、難しかった。なんか改善点あるけど、まあなんか、まあまあかな。あ、かわいいよ。キャビアがいるね。キャビアに話しかけて3月3日終わろうかな。どこかな、どこか行った。ああ、来てくれてた。いやいや、逃げんといて逃げんといて。今日もまた会えないかと思ってました。一体2週間も本当は3ヶ月ですね。面白いことない？最近私週に一度は筑前煮を作って食べてる。あ、作ってるんや、偉いですね。ポさんから見ると多いかもしれませんけど、作るために味が変わるし楽しいんですよ。今度うまくできたらあなたにもご馳走したいですわ、ダニ。ダニ入りはいらんかな。なんでそんな嫌味なこと言った今。じゃあ3月3日ここで終わります。手紙いっぱい来てる。飛んで3月20日になりました。ね、前回トロアちゃんが来たんやん、来たやん。あの子引っ越しました。その間に一回ログインした時に、ログインとかがないんやけど、だからまた新しい子が来てるんやと思うよね。あ、エプロンちゃんってことが代わりに来てたんやけど、エプロンちゃんが引っ越して多分確信になったんやけど、動物の森のプラスって引っ越してくるやん。で、その人に一回だけ話しかけて自分のことを認知してもらうやん。一回だけ話しかけた状態だったらその子が次の週引っ越すってことが分かった。だからそれを利用したら一人は変わるけど他のみんなは変わらないっていう村が作れたんやと思う。ミントさんが来てます。ユーカリがおったとこに行ってみようか。看板どけられてるかな。あ、おー、かわいい。よー、あら、オタクとは初めましてね。初めてね、うっふん。
ふーんぽちゃんっていうのね、うふん。私はミント、よろしくね、うふん。かわいくない？でも、もう一回喋ったら、もう原住民誰かが引っ越す可能性がでかくなるけど、まあいっか、話しちゃえ。あ、ぽちゃん、もうお昼食べた、うふん。いい。なんか話して。3月も終わりが近づくと、村中の木の花のつぼみが膨らんでくるわね、うふん。おー、すごい知的ですね。一歩一歩、あ、一歩一歩か。なんか壊れたんかと思った。春が近づいてるって思わない？うふん。確かに。あー、長かった冬もやっと終わるのね。嬉しいですね。お部屋見ていいですか？予想はでもミント系なんじゃないかな。全然違った。めっちゃクマおるんやけど。しかも家具青いし。あ、でも可愛い。なんか、ごちゃごちゃしてて可愛い。自分家がごちゃごちゃしてるのは嫌やけどさ、人ん家がごちゃごちゃしてるのは嬉しいよな。そんなもんですよ。あ、喋ってる。あ、なんか怒ってる。お話ししよう。そういえば私って全然お友達が増えてない気がします。来る日も来る日もこの前立腺村だけで過ごしていたらいつの間にか孤立していて、やべ、孤立してた。いや、でもミントとでもさっきも喧嘩してたからもう孤立してるんやろうな。でもこんな思い出が何もない人生なんて嫌です。ポさん、たまには他の村にも連れてってくれませんか？ダメです。おった！ああ、よかった。そうそう、スプリングデー、春めいてきたね、ということじゃ。おー、でもなんかもらえるみたいですよ。ありがたいです。キツネテントの模型じゃ、春といえばこれじゃ。はーい、ありがとう。また、あ、お、情緒やば。元気？うふん。じゃあ、ご飯はちゃんと食べてる？私たらダイエットやめたんだ。だって体壊しちゃ元も子もないでしょ？それに。今のままで、私十分いけてるし、おほほほ、うふん。いいキャラしてるね。まあ、なのだ。そうそう、そういえば、この間変なものを見つけちゃったのよ。なんでしょう。あれは、前日まで降り続いた、雨が嘘のように晴れ渡った朝だったわ。いつものように遅い朝食をとった後、食べ残しちゃったフルーツはもったいないから、埋めようと思って穴を掘っていたら、いや、これじゃ言えないわ、思い出してただけでも、震えるやつや。あ、笑えるんや。笑いが止まらなくなっちゃう、ギャハハハ。ちょっと怖いな。クワトロの家の前、雑草すげえな。ただいまー。一応ね、3月の部屋は和風ってことで。まあでもちょっと微妙やね。全然気合入ってないんやけど。ひな人形ね、ちょっともう遅いかな、出しすぎかなって感じやねんけど、まあ、3月はこんな感じで上行きましょうか。キツネテントの模型、あ、いいねいいね。あ、光るね、もちろんのこと。でね、2月の11日だったかなに、駅の模型6ももらってるんで。でけえ！おー、でも結構揃ってきたね。2階はこんな感じで。じゃあ、だいぶやることやれたかな。3月はここで終わります。次回、4月です。